メッセージ、あ、大河さん、マリさん、こんにちは。匿名希望のほぼほぼ聞くだけリスナーさせていただいているものです。はい。でテーマ持ち前でおしゃべりさせていただきたかったので少しだけお邪魔いたします。20年ほど前の話ですが、自分と弟は県外の大学に通っており、夏休みに2人で帰省して真っ昼間から飲んで近況の報告をしていた時の話。いい時間ですね。突然電話がかかってきました。携帯ではなく家の固定電話にかかってきました。先にお話ししておくのですが、この時すでに父親は他界しています、うん、電話を取ったら隣で楽しく酒を飲んでいるはずの弟が会社の金を使い込んで大変なことになったと、うん、騒ぎ立てているではないですか。自分の中の持ち前の人をいじめる気持ちにスイッチが入りまくりました、うん、亡くなった父親のふりをして泳がせて泳がせて、隣で飲んでる弟にも架空の金持ちのおじさんが偶然うちに来ていたという役も作って洗濯物を干していた母親も呼んで30分以上いじり続けました。手が込んでるね。結局オレオレ詐欺ってことよね。そういうことね。よくあるもんね。会社の金使い込んだとか、なんかセクハラだったり、はいはいはい、会社でとかね、いろいろあるもんね。人の気持ちを逆立てする持ち前の性格の悪さがこんなところで発揮されるとは。自分も弟もテンション上がった頃、電話の向こうの警察と名乗る人が急に、お前らバカにしてるだろう、あちゃ、もしや気づかれたか、もはやこれまでかと。これ普通相手側が思うことだ。そうね、もはやこれまでか。おかしいよね、うん、こっちも楽しく昼から飲んどんじゃ、今お前らでものすごく楽しんでんだよ、お願いもうちょっと付き合って。こっちも今じゃねえんだよって言って来てしまいましたが、見上げました。盛り上がったんだ。そっか。封印していた持ち前の性格の悪さがこんなところでプラスの方向に働くとは。プラスだったかは定かではありませんね。かなり危険な遊びでした、うん、こういう特殊詐欺をしている人に言いたいですね。そんなことに手を染めちゃダメよ。そんな暇があったらミュージックシャワー聞いてみ、言葉を聞いて御言葉を胸に頑張れ。そうね、あのね、本当にさ、お年寄りを騙すとか、この弱いものからとか、うん、こんな汚いやり方絶対許せない。本当ね、なくならないからさ、対処の仕方をこっちも考えないと、どんどん多分マリかかってきたら、うん、もう乗ったふりして絶対警察と一緒に捕まえる。周りの私たちは危ないことしないでって思うけどね、うん、自分だったら絶対やる。そうね、ちゃんと協力のもとしないと、うん、後ろに誰がいるかも分かんないし、それによってっていうのも怖いから、気をつけてねとか人に勧めたりはしないけど、一応本当に対処法だけ、うん、ちゃんと持っとかないと危険な目に遭うこともあるし、家族が不幸になることもあるので、もう本当にもう絶対許せない。なくならないね。もうめっちゃ大金持ちで、今日もう本当にヤバい人に向かっていくならまだいい。敵が強い、本当映画みたいに、ね、強い方に向かっていくんだったら、オーシャンズイレブンみたいみたいにね、うん、この弱い人たち、年金で生活もさ、食事もさ、一生懸命節約しながら生きてるおじいちゃんおばあちゃん、そんな人たち騙してお金取るなんて、もう自分がそんな子を育てた親だったら、もうどう責任取っていくか分からないぐらい落ち込まず、親がまず傷つくよ。そうね、そうね、ね、自分の子供がこんなことしてるなんてね、え、本当に人間として終わりです。聞いてて聞いててほしいね。ここから改善していこう。本当ね、うん、あなたに言ってるよね、うん。